家はこないだ地震があった地域で、祖父母と母と猫一匹が住む実家が、棚やテレビが倒れて大変だった。私は札幌で一人暮らしをしていたので、食べ物と水をリュックに入れて、徒歩で実家に行った。実家はあらかた片付いていて家族も猫も元気にしていたら、母親が、地震の後から気になることがある。ゆえか、2匹いるような気がする。と、言い出した。え?と飼っている黒猫を見てみたけど、もちろん1匹しかいない。ご飯時にふと見ると、2匹いて、あれ?とご飯場所をしっかり見ると、1匹になっている。他の家族は見ていないので、地震でめまいでもしているんだろうと言われたが、ご飯時に密かに猫を見ててほしい。と言われた。全く腑に落ちなかったけど、母がストレスや病気で、2匹に見えていたらと心配で、ゆいの言うご飯時に柱に隠れてみた。ゆいちゃん、ご飯よ。ゆいが食べ始めて、私が階段下の物置から見ていると、スイッと、他の黒猫が、玄関の上がり間町の陰から出てきて、一緒に食べ始めた。え?と声を出すと、かまち黒猫もハッとしたんだけど、割れたらもういいわ、みたいな顔でゆいは、にゃーと、私に甘えて足元にスリスリしてきた。かまち黒猫もスリスリしてきた。母がそっと台所から出てきて、やっぱり。と言うと、ゆいは母親にもスリスリして、かまち黒猫を紹介していた。しかもかまち黒猫を病院に連れて行くと妊娠していた。それも衝撃だけど、事情を話すと獣医さんは平然と。ああ、たまにありますよ。知らないうちに犬小屋にいたとか、縁側の飼い猫に紛れ込んでたお話は聞きます。おさん頑張ろうな。猫の出産は初めてですか?と、いろいろと心得を教えてくれた。世の中にはこんな形で家猫になる猫が、結構いるんだと思うと本当に驚いた。でも結局うちも、かまちと名付けて、飼うことになった。生まれたら子猫は里親を探して、ゆいとかまちは実家に残すことになった。ゆいはかまちのことがすごく好きみたいで問題ないんだけど、二人とも、黒に緑目なので見分けがつかないことがある。私も次に実家に帰ったら、わからないと思う。